ここはあの仕事場でして、いろいろ写真のフィルムとかプリントとかをこう整理している場所なんですけど、その窓を選びました。まあ、あの以前よりは格段に窓の外の風景を眺めることは多くなりました。っていうのも、まあ、家の中室内にいることが非常に多くなりましたし、そこで、まあ、デスクワークをすることも前よりは多くなったんで、でそこから見える、まあ、窓の風景、あの今日は晴れてるなとか曇ってるなとか、まあ、そういうことに対しては前よりも、まあ、あのだいぶ意識的になったし、回数も増えたんじゃないかと思います。いや、まあ、窓の外の風景って、まあ、何気ない風景で見慣れすぎているのであんまり意識してこなかったんですけど、でも、まあ、あの室内で、に長くいることが多くなってからは、まあ、その平凡な風景さえもなんていうかな、まあ、ちょっと気になるっていうか、まあ、平凡な一日が、毎日が過ぎていくなっていうことを、前よりも意識するようにはなったと思います。まあ、あの前の白いマンションがてかビルがいろんな人が出入りするマンションみたいで、あの階段でタバコ吸ってる人がいたりとか、なんか、まあ、階段の踊り場まで出てきて会話してる子たちだったりとか、まああとあっちの窓を通してなんかいろんな人が仕事をしてる、まあ、風景とか、まあ、驚いたっていうよりは、まあ、あっち側にもそういう人の生活とかがあって、そして、まあ、踊り場とかでみんなこう気が抜けたあの無意識の状態を、まあ、見せてくれるんで、ちょっとこう暇つぶしに窓の外を見るにはいい風景でしたけど、まあ、このコロナ禍で、まあ、ここ仕事場であと自宅があるんですけど、自宅のその窓を使って作品を作ったことがあって、まあこの何ヶ月か前ですけど、あのもう窓に遮光シートを貼って、でまあ部屋の中を1ミリの光も入らないように真っ暗にするんですよね。でそこの遮光シートに、まあ、5ミリ程度の穴を開けると、あの外から光が入って室内にこの自分の部屋の反転した画像が映るんですよ。まあ、カメラの原理と同じなんですけど、カメラオブスクラって言って、でその外から映った反転した風景を撮影したりとか、まあちょっと言葉で言うと非常に難しいんですけど、あのまあ窓を通じた新しい作品を試みたりもしました。でいつもは、まあ、常に開いてその外界とのその境界線になっている窓を、まあ、全くなくしてしまうことによって、で穴を開けることによって外の風景が自分の部屋に反転して映る、でそれいうそのなんていうかな、光の原理っていうか、そういったものを、まあ、ちょっと自分の部屋で確かめてみようとして、試みたことなんですけれど。